J オイルミルズ、日清オイリオグループ、昭和産業の3社は家庭向けの食用油を明日6月1日から値上げします。大豆や菜種など原料の価格の高騰が続いているためで、値上げ幅はいずれも1キログラムあたり30円以上です。3社は2ヶ月後の8月にも1キログラムあたり50円以上の値上げをすることを決めています。こうした食用油の価格高騰を受け、キユーピーと味の素は家庭向けマヨネーズを7月から値上げします。値上げ幅は最大 10% になるとしています。